これ信じてもらえるかどうかわからないし、書こうかどうか迷っていたのだが、ちょうど1年ほど前、俺と友人の T と O は、O がニコ動に釣り動画作ってウップしようぜって言ってきたので、買ったきりほとんど使っていなかった O のビデオカメラを持ち出し、俺の親の車を借りて山の中へ出かけることになった。誕生日の関係で18になっていたのが俺だけで、免許を俺しか持っていなかったから。どんな釣り動画かというと、俺と T が録画しながら心霊スポット探索をして、ほんの一瞬助走した O が画面内に映り込み、俺と T はそのことに全く気づかないまま動画をウップアップするという設定。今考えると本当にしょうもない内容だが、当時の俺たちはノリノリだった。ただし3人ともビビリだったため、本当の心霊スポットではなく、ただそれっぽい山の中へ行き、そこで録画することになった。午後4時頃に出発し、適当に山道、山道を走らせていると、いい感じに舗装されていない林道を発見した。その道を少し進むと開けた場所があり、何かの資材置き場のようになっていて、俺たちはそこに車を止めると、まず周辺で演出に使えそうな場所はないか、王が隠れ潜めるような場所はないか、いろいろと探し始めた。30分ほど辺りを探し回っていると、俺は資材置き場の先の森の中にボロボロの小屋があるのを発見した。T と O にそのことを話し、俺が「ここでいいんじゃね?」と聞くと、O は最初「ここに一人で待機って気味悪いよ」とごねていたが、俺と T は「言い出しっぺはお前だろ」などとからかい、まあ待機といっても10分くらいだからと O をいさめて納得させ、完全に暗くなるまで車の中で待機することにした。車の中でゲームをしたり話をしながら2時間ほどが過ぎ、辺りは完全に真っ暗になった。そして O が T の姉貴の部屋から無断で持ち出してきた服に着替える間に、俺と T は適当にでっち上げた心霊スポットの話をしながらあちこち撮影を始めた。まず10分ほどそんなこんなで録画をし、王も準備ができたということで、本命の釣り部分の撮影を開始した。俺と T は笑いをこらえながら必死でビビる演技をしながら、王の隠れている建物へと近づいていったのだが、あと10メーターくらいまで近づいたとき、王が突然「やばい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 」と叫びながら小屋の奥から飛び出してきた。俺と T は最初ポカーンとしていたが、O があまりにも必死な形相なため、俺たちもつられて全速力で逃げ出した。広場の車のところまで来ると、O は自分がまだ助走していることすら気にせずに、早く車出せって、ここやばい、早く逃げねえと、俺を運転席に押し込んで、自分は後部座席に乗り込んだ。俺と T は何が何だかわからなかったが、ひとまず車を発車させ、元来た道を戻り始めた。しばらく車を走らせ、もう少しで舗装した道路に出るあたりまで来た頃、異変が起きた。車の天井に何かが落ちてきたような、ドンという大きな音がした。俺は親の車を傷つけたらシャレにならないため、一旦車を止めて何が起きたのか見ようとすると、王が「止まるな、確認なんて後でいいから、とにかく走らせろ、ここやばい」と俺が外へ出るのを止めたため、仕方なく走らせようとした時、助手席にいる T が俺の腕を引っ張りながら「おい、あれ?」と助手席側の窓を指さした。T の指さしているところを見て俺は絶句した。森の中から大勢の人がこちらへ向かって歩いてくる。人数は20人くらいいただろうか。全員下を向いてうつむいたままゆっくり歩いているはずなのだが、見た目以上のスピードで車へと接近してくる。俺は全身の毛が逆立つような感覚に襲われ、全身に嫌な汗が流れ始めた。ただ人が歩いてくるだけなのだが、俺にはそれがものすごく恐ろしいものに見えた。
俺は車を急発進させ、あとは3人とも無言だった。しばらく走っていると遠くにドライブインらしい明かりが見えた。俺は T と O にとりあえずあそこに入るかと言い、2人は無言だったが、そのままドライブインの駐車場に車を止めた。そこで改めて O に事情を聞くと、ようやく自分が助走していることを思い出したのか、とりあえず着替えさせてくれよと言った。あそこで3人とも緊張感が解けたのか、車内の空気が正常に戻った。3人とも落ち着いてきたため、ドライブインの自販機でコーヒーなどを買い、そこで王に改めてあの時何があったのかを聞いてみた。王の話をまとめると、王は俺たちが来るまで小屋の裏手で待機していたのだが、小屋の反対側から人の声がしたため俺たちだと思い、あらかじめ打ち合わせしていた小屋の窓のところに移動して俺たちが来るのを待っていたらしい。しかしいつまで経っても俺と T が来ないため、一旦道の方へと顔を出した。すると道の真ん中にボサボサの頭のおばあさんが立っており、こちらをニヤニヤと笑いながら見ていたとか。王はちょっと気味悪かったが、おばあさんにそこにいられると段取りが狂うため、すいません、ちょっとの間で良いのでどいてもらえませんかと聞いたのだが、おばあさんはニヤニヤと王を見て笑っているだけで何の反応もない。王はちょっとムカついて、おばあさんのすぐ近くまで行き、ちょっと2、3分でいいからどいといてくれよと強い口調で言ったらしい。するとおばあさんはニヤニヤした表情のまま王の腕をつかみ、そのまま森の奥へと連れて行こうとしたとか。王は何するんですかと言って抵抗したが、老人とは思えないほど強い力で引っ張られ、ずるずると奥の方へと引きずられていった。そして森の奥からは大勢の人が王の方へと向かって歩いてきたとか。王はそこで身の危険を感じ、おばあさんを蹴りで突き飛ばしてそのまま俺たちの方へと逃げ出し、途中で俺たちと合流したということだった。それが人だったのか、それ以外のものだったのか、王には分からなかったらしいが、とにかく普通ではない集団であったのは間違いがなかったと思う。なぜなら俺たちが戻る途中で見た集団も何と説明したらいいのか、とにかく異様な雰囲気がしていたから。何か釈然としない状況ではあったが、動画作成にも事実上失敗し、時間も時間だったため、その日はこのまま解散となった。それから夏休み中、俺と T と O は何度かつるんで遊んだりしていたが、あの日のことはなんとなく3人とも話せずに過ごしていた。そんなある日、俺が友達と朝までカラオケをして午前5時頃に自転車で家への帰り道を走っていると、大通りの道の反対側に O を見つけた。O は両手でお盆を持っているようで、よく見てみるとどうやらお盆の上に水か何かの入ったガラスのコップを乗せているようだった。俺はあいつ何やってんだと思い、おい、おう、どうしたと呼びかけたのだが、聞こえていないのか全く反応がない。そのままおうは十字路を曲がるとどこかへ行ってしまった。その日の午後2時頃、俺はおうからの電話で目を覚ました。王が言うには電話では説明が難しいからと、とにかくうちへ来てほしいという。王の家に着くと T もいた。そして王は俺と T にまずこれを見てくれと言い、あの日録画した動画を見せた。その動画を見ていて T が、どういうことだ、なんだこれと言い出した。俺も口には出さなかったが T と同じ感想だった。なぜかというと、俺たちは確かにあちこちを録画して回ったはずで、その記憶もあるし、逃げ出した時の記憶もある。当然3人とも記憶に不一致はない。しかし動画内で俺たちはなぜかずっと車の中におり、ビデオカメラは後部座席に固定されている。そういった動画が流れ始めて20分くらい、なぜか俺たちが無言のまま座席に座っているところが映し出された。
動画が20分を過ぎた頃、後部座席にいた王がドアを開け、やはり無言のまま外に出ると姿が見えなくなった。そしてそこから5分ほど過ぎた頃、俺と T もドアを開けると外に出て、動画には誰もいない映像がそこから10分ほど映されていた。動画の中で俺たちは一言も会話をしていなかった。聞こえてきていたのはドアを開ける音や外からかすかに聞こえてくる虫の声のみだった。そこで一旦王が動画を止め、俺と T にどう思うと聞いてきた。俺はどう思うと聞かれても、なんだよこれと答えるしかなかった。動画の中で俺と T と王は俺たちの中にある記憶とは全く違う行動をしている。そんなものどう答えたらいいのかなんてわからない。 T も当然同じ意見だった。王は、そうだよな、でさ、この後の映像も変なんだよと言い、停止していた動画を再生し始めた。しばらく誰もいない車内とフロントガラス越しに見える外の景色が映っていたのだが、さらに 4,5 分すると車の前方の方に人影が見えた。その人影はどんどん車の方へと向かってきており、しばらくするとそれがボサボサの髪のおばあさんであることが分かった。王はそこで、こいつだよこいつ、俺の腕掴んで引っ張ったのと少し興奮気味に言い出した。そのおばあさんはしばらく車のボンネットに手をつくと、ニヤニヤと笑いながら車内を見ていたが、すぐに元来た道へと戻っていった。おばあさんが見えなくなった直後の頃、動画に変化があった。急に俺たちが騒いでいる声が聞こえ始め、やばいやばいと叫ぶ王と、何が起きたかわからないまま動揺している俺と T が映し出された。それは本当に唐突で、まるで車の付近にずっと待機していて、急に慌てる演技をし始めたかのような不自然さだった。そこからの映像は車を発進するまでしか録画されていなかったが、間違いなく俺たちの記憶にある映像だった。しかし一つ不思議なことがあった。王は録画直前に助走したはずで、元の服に着替えたのはドライブインに着いてからだ。しかしなぜか動画内の王は普通の服のままだった。一体王はどこで服を着替えたのか。何もかもが不自然でおかしい。俺たちの記憶と全く違う内容の動画に3人とも完全に混乱してしまっていた。動画をすべて見終わってから王は、でさ、今日のことなんだがと話し始めた。王は、昨日の夜に寝てさ、今日気がついたらなぜか丸々川、地元の比較的大きな川の橋のところでお盆の上に水の入ったコップを乗せて立っていたんだよ。俺そんなことした記憶全くないのに、という。俺は今朝の出来事を思い出し、 T と O にその話をした。 O に話しかけたが全く気づく様子がなかったということ。それから王はこう続けた。それでさ、わけわからないまま家に帰ってきたら、急にあの動画を見なければいけないという気持ちになって、それで見たらあの状態だったからさ、少し悩んだんだけど、お前たちにも見せた方がいいと思って呼んだわけ、という。そこで T がこう言った。この動画のフラッシュメモリーさ、このままにしておくのやばくね？お祓いとかしてもらった方がいいんじゃないかと。俺と王もそれには同意見で、早速近所のお寺にビデオカメラと問題の動画の記録されたフラッシュメモリーを持ち込み、和尚さんに事情を話した。和尚さんは半信半疑で俺たちの話を聞いていたが、動画を見せるとしばらく考え込み、このカードしばらく預からせてくれないかと言ってきた。俺たちはこんな気味の悪いものをもう手元に置いておきたくなかったので、二つ返事で同意すると、フラッシュメモリーを和尚さんに預け、携帯の連絡先を伝えるとお寺を後にして、その日は解散した。翌朝、俺は混乱していた。
朝目が覚めると、昨日の王と同じようにお盆の上に水の入ったコップを乗せ、丸々川の橋の上に立っていたから。そしてその横には放心状態の T もいた。 T は何度か呼びかけても返事がなかったが、肩をゆするとハッとした顔をして俺の方を振り向き、俺今何してた？ここどこ？と言い出した。俺は昨晩家の布団の中で寝て、それから今まで起きていなかったはず。 T も同じ状況だったにもかかわらず、気がついたらここにいたらしい。俺は気味が悪くなり、ひとまず王に電話をした。王は寝起きで最初寝ぼけていたが、事情を話すと俺の家まで来てくれた。そして三人で相談して、もう一度昨日のお寺へ行って事情を話すことにした。お寺に着くと事情を分かっていたからか、和尚さんはすぐに会ってくれた。三人に起きたことを和尚さんに話すと、和尚さんは腕組みをしてしばらく考え込んでいたが、何か思い出したかのようにしばらく席を外すと、お守り袋を三つ持って戻ってきた。そして俺たちにこう言った。三人とも、もうこのことは忘れなさい。そしてこのお守りを一年間肌身離さず持っていなさい。そうすれば今日あったようなことはもうないはずだからと。そしてフラッシュメモリーだっけ？これは引き続きうちで預からせてほしい。それでいいかと聞いてきた。和尚さんは何か俺たちの身の上に起きた事情が何なのかなんとなく分かっていそうだったが、結局俺たちには何も教えてはくれなかった。俺たちもそのことを深くは追求しなかった、というよりしない方がいいと感じた。ただし和尚さんは一つだけあることを教えてくれた。まず俺たちに、その資材置き場のような場所か小屋の近くに川はあったかと聞いてきた。王が、覚えている限りではなかったと思うけどと答えると、和尚さんはそうかと言って、続いてなぜ俺たちが無意識に水の入ったコップを持って外に出たのか憶測を交えながら話し始めた。どうやら俺たちは何か呪いの一種のようなものをかけられていたらしく、その呪術の続きを川伝いに俺たちへと何者かが送り込もうとしていたらしい。その何者かが人なのか、それともそれ以外の何かなのか、それは和尚さんは教えてくれなかったが、とにかく川を通ってやってきた呪いの受け口となっていたのがそのコップと中に入った水らしい。俺たちは呪いのもとに誘導されて、寝ているうちに家にあるコップに水を汲み、川へと呪いを受け取りに行っていたということだった。このまま何の対策もせず、俺たちが呪いの続きを受け続けていたら、その後はどうなっていたかは和尚さんにもわからないらしい。ただし、無事では済まなかっただろうことは確実だとも言っていた。このお守り袋は大した力はないらしいが、少なくとも俺たちの居場所を呪いの元からわからなくすることができるらしい。そして1年もすれば呪いの痕跡そのものが消えるため、俺たちが操られることもないのだという。お守り袋をもらうと俺たちは特に根拠があるわけではないが、不安感から多少なりとも解放され、何かほっとしてそのまま各自家に帰った。それから俺たちは高校を卒業し、進路もバラバラとなり、俺は都内の大学に進学した。 T と O とは今でも連絡を取り合っているが、あの人のことは話題に上がることはほとんどない。和尚さんに言われた通り、あのお守り袋は今でも肌身離さず持っているせいか、あれ以来俺たちに記憶の喪失やおかしな出来事は起きていない。